世界規模のランジェリー店にてデザイナーオブザイヤー2017を受賞したシモーヌ・ペレールとファッション通信のコラボレーション、松屋銀座で行われたトークショーではその魅力が語られた。シモン・ペレールさんはやっぱり40年代から続いているブランドだから、その当時からの女の人の体型をずっと見てきてて、だからこその付け心地の良さとかもあるのかなってすごく思って、でデザイン性もやっぱりパリっていうファッションの本場だから、色とかデザインもすごく素敵なものがいっぱいあって、下着を日々ファッションと合わせて考えることになって、魅力的な生活とか美意識につながっているのかなというふうに思うので、下着を楽しんでいただけたらなと思います。